はい、こんにちは、ブックアイランドジュニアイルマー店の久田です。今日はね、まあお店休みだったんだけどね、それでまあちょっとなんか話しようかなと思って、最近よく聞かれたりね、言われたりすることに対してちょっと時々こう思うんだよ僕は、なんてことを話そうという形で、休日の日の日記代わりにしようかなと思ってるんですけどね。最近、まあ昔からなんだけど、ブックアイランド他にも店出しませんかとかね、千葉県にも出してくださいとかね、都内にとか言われるじゃないですか。ありがたいことですよね、うちみたいなところを必要としてくださってるところが、人がいるってことは本当にありがたいです。しかもうち僻地だからね、埼玉県の入間っていうところに店があるんですけどね、しかもその最寄りの駅からまあ歩いて20分ぐらいかかるっていうね、しかもバス通ってないんだよ。まあ、あの道にバスが通ってないことについては僕もちょっと納得いかないところはあるんだけど、まああんまり交通の便のいいところじゃないんですよ、うちの店。だからもうちょっと近くにね、駅地下のいいところに作ってくれよとか、いろいろご要望がいただけるのは、ね、大変ありがたいことなんですけども、ごめんなさい。多分ね、店作ってもね、店作ると、店作っても、そこに誰がいるか、じゃないか。入れ物だけ作っても、多分うちの看板で、ブックアイランドの支店が、じゃあ、どこどこにできましたよ、なんつって。で、でもさ、そこに置いてあるのはただのショーケースとカードと、デュエルスペースだけだったらさ、他の店と変わんないっつうかな。普通の店以下だよね、きっとね。そんなだって立派なもん出せるわけないし。だから、入れ物だけ作っても、中身が、その、うちの店の雰囲気というか、ポリシーというか、そういう風に同じように考えてる人たちが、スタッフでいてくれないと。もしくはまあ、じゃあ僕かマッチーか、ね、誰かしらその分かってる人間がいなきゃ、多分意味がないと思うんですよね。かといって、うちのイルマの方の店も今開けられないからさ。だから、店はできないなーって思うのね。うん。それが、一つ。作ってくれって言われても、そんな簡単に同じものは作れるもんじゃないんだよ。中身の人間が大事なんだからって思うことが一つと、あとはもっと駅の近くにっていうご要望、駅の近くもしくは都内にとかな、便のいいところにっていうことを言われるんですけど、僕はね、やっぱりその交通の便のいいところね、例えばそうだ、激戦区のなんだ秋葉原とかさ、池袋とかね、もっとカートショップのあるところに店出したらどうですかって言われるんだけど、正直そういうところで戦うつもりはないです。だってさ、ついでに来れちゃうじゃん。他のカードショップ回ってさ、あ、そういえばついでにあそこも寄ろうぜっていう流れの中に入っちゃうわけでしょ。で、正直いろんな人がバーッと来ちゃった時に、これ以上言い方を考えないと多分叩かれるやつだな。やっぱりいろんな人がいるわけですよ。で、うちに対してあんまりいい感情を持ってない人たちもたくさんいるだろうし、その興味本位でね、なんかあんな変なこと言ってるやつ見に行こうぜ的な、そういう人たちが気軽に来れちゃうと、僕もいちいち相手するのめんどくさいじゃないですか。だから、うちの店は、この店面白いな、こういう場所があるんだ、っていう風な気持ちを持った人が、でもすっげえ遠くてめんどくさいけど、わざわざ行ってみようかなって思ってくれた人だけが来てくれる場所の方がありがたいんだよね。でもやっぱり僕は、店に来てくれた人には基本的にみんなに、わざわざ来てくれてありがとうっていう気持ちでいたいし、だからその気軽にちょっと寄ってみた、なんだよこんなとこか、へへんみたいな感じだったら何って思うわけじゃん、きっと。だ、そういう風なとこにはとこだと僕がめんどくさいんで、あえて交通の便の良くないところの方が僕は気が楽だと思います。だからなのかな、なんだろうな、気軽に逆に、なんだろうな、気軽に行けないからこそ、なんかそこに行ってみたいなっていうことあるじゃないですか。なんだろう、観光地のさ、あそこのどこそこの
山の中にある蕎麦屋が超うめえらしいぜっていう噂が立った時に、じゃあそれを目標に、じゃあどこそこの長野県の山奥まで行ってみようかっていう気になるじゃん。だからその店がなんだよ、じゃあそうすごい不便だからこの店の蕎麦うまいから東京に出してくれよって言われて、そっかその方がお客さんたくさん来るのかって思う人もいるかもしんないけど、多分それはあんまり意味がないよね。そこでしか食べれないから意味がある、わざわざ行ってみたくなるんじゃないかなって僕は思うんで、うん、そうだよ。だってさ、爽やかのハンバーグだって静岡県まで行かなきゃ食べれないから多分すごく価値があるんでしょ。静岡県行ったらちょっと静岡はそうだな、爽やか寄らなきゃって思うよね。大阪に行ったらココイチの豚まん、肉まん、豚まんなのかな、あれ食わなきゃって思うじゃん。いやそれ美味しいよ、だってそこでしか食えないんだ、わーいって食べるのがいいじゃん。そういうあれは戦略なのかなんだか分かんないけど、でもそういうことはあるなって思うし、うん。だと本当にそれと同時にやっぱりさっきも言った通り、例えば秋葉原に店出す、東京都内の JR のすぐそばに店出すで、どっか他のカードショップのついでに立ち寄れる、いやごめん その程度だったら別に来なくていいって言うとまた怒られるのかな。別にそんなうち大したカードショップじゃないし、別に品揃えが超絶いいよとか言うわけでもないし、すごく安いぜとかすごく高く買い取るぜとかそういうこと全然ない。ただ僕がお店に来てくれた人は全員名前と顔を覚えたいと思ってるよとか、そういうことだったり、来た人は無理やり、おーじゃあ対戦するかとか無理やり話しかけたりね、慣れ慣れしくその近寄ってくるようなことを逆にメリットとして思ってくれたらいいなって勝手に思ってる、ちょっと変わった店なだけなんだよ。うん。だから、なんだろうな。うん。そういう気軽に立ち寄れるところじゃない方がいいと僕は思ってるんです。あ、だからうちね、そうだ、買い取りのね、金額、カードの買い取りの金額とかって、一切表に出してないんですよ。よく言われるの、それ。この店は、カードの買い取りリストの表とかないんですかとか言われるんですけど、ないんですよ。なんでですかって。そういうの貼り出しした方がカードの買い取りとか来ると思いますよ。いやいや、だからね、そんな買い取り表を見て、この店100円高いからこのカード売りに来よう。このカードはあっちの店の方が高いからあっちに売ろうとか、そういうので比べてうちに売りに来るような子たちは別に無理してうちに売りに来なくていいよみたいな、そのなんつうの、比べるような、まあそれはもちろんね、いや10円20円のも大事だよきっと、その買い取り金額ってのは。でもそういうのが全て、そういうのが判断基準の全てだと思ってる客層ってのはある程度いるんだけど、そういう人たちにうちにぜひ居ついてほしいなって追いかけることは多分不毛だなと思うのね。だってその買取金額が本当に一番の判断の基準だとすると、その人は結局は自分で売ってメルカリでやった方が一番高いってことに気づくわけじゃん。だから買うのもそうだけどね。なんだろうな、この店のこの時間、この空間、ここでみんなと遊ぶのが楽しいなって思ってくれる人たちがいてほしいと思うので、そういうのをメインにね、買い取りを高くしてるからうちで売ってくださいね、みたいなことは全然アピールはしたくないんですよね。で、全部、なんだろう、共通してるんだよ。だから、都内でやりたくない、そのね、なんつうの、交通の便のいいとこで、出したくないとか、うん、そういう、だからなんだろうな、全員に喜んでもらおうと思わない方がいいと僕は思ってるんですよ。ほら、みんなにいい顔してどうもこんにちはいらっしゃいませなんていう風にみんなに笑顔で接することよりも、うちのことを好きだって言ってくれてる人たちに、そうか好きで言ってくれるのか、じゃあ俺もお前のことが大好きだっていうような、ある意味間口が狭いんだけども、そういうその浅く広くじゃダメなんだよね。
だって浅いんだもん。どっか行っちゃうもん、みんな。だ狭い範囲で深く、付き合いたいなと思ってます。はい。ということを、ちょっと軽く言おうと思ったんだけど、今見たら10分超えてるな。しかもなんか、要所要所で叩かれそうなことも言ってるな。どうしようかな。これまたボツにするともう一回喋んなきゃいけないの。やだな。まあいいや。ちょっとね、そういうふうに言われたことがあったし、うん、ちょっとこういうのちゃんと答えなきゃなと思ったんで、今日の撮りましたけどね。はい。で、うちはその、はい、ああいうちょっと交通の便の悪いところですけど、まあ、わざわざやってきてくれた人たちには本当にありがとう。こんなとこまで来てくれてありがとうね。っていう気持ちで、応対したいと思ってます。で、うちこのカードを何千円で買ってるんで、ぜひ持ってください。持ってきてください。とかは絶対言わないです。まあ、ただ、別に、うん、そうだな。売ってくれる分には全然ありがたい。っていうか、普通にね、ちゃんと俺高く買ってるつもりなんだけど、ちゃんといいものは。うん。でもそれは、よそと比べるぐらいならそっち売っていいよっていう感じはしてる。うん。でもなんか感じ悪いのかな？どうしたらいいのかな？まあいいや。まあ今日はそんな感じで、明日からもね、頑張って営業していきたいと思います。こんな感じのでいいのかな？もしなんかね、これなんでこうなんですかとか、こういうことについてどう思います？まあ店のことで、なんか喋れ。こういうことを説明しろ。お前は何を考えてるんだみたいな、疑問点とかいろいろあったらですね、コメント欄いただけたらね、こういう、ちょっと時間のある時に、話したいと思います。うまく話せてたかな？まあいいや。はい。じゃあ、お疲れ様です。じゃあ、はい、失礼します。